の捜索は父親の康介も参加して続けられていた。その数は300人規模にまで膨らんでいた。だが先生、どうだ。不思議です。雪は溶けたのに手がかり一つ見つからない。まるで神隠しですよ。神隠しか。そうですか。はい、わかりました。お父さん明日まで残るって。山に。やっぱヒマラヤだよ兄貴は。ふざけないの、こんな時に。だって本当だもん。あれじゃ病気になっちゃうよ、お母さん。神隠し、そんなことがあるのか。ん？なんじ神の子らに通報。おお、神よ。魔王ダンテは復活した。魔王ダンテが。悪魔王の出現に備えよ。悪魔は善なる神の子らの心を惑わし、悪魔の魔法を許してはならぬ。何時神の子らよ、何時が悪魔との戦いに備えよ。正義の鉄槌で悪魔を殲滅せよ。おお、万能の神よ、あなたの尊いお導きに感謝申し上げます。緊急事態が発生しました。あとはよろしく頼みます。承知しました。先生、緊急事態って何です？魔王だ。魔王ダンテが復活した。え？戦争だ。悪魔との戦争が始まる。やりすぎよ。これじゃあ庭にも出られない。庭にも出すな。部屋にも鍵をかけるようにって。何なの一体。言う通りにしなさい。はあ。
あなたは今年いっぱいに結婚します。本当？本当本当。私タロット神様ね。嬉しい、キャッピー。ん？ついに魔王が。なんだお前は。お眠の時間よ、坊やたち。ねえねえ、見た？え？何よ、電気もつけないで。以上、迎賓館前からお伝えいたしました。終わっちゃった。どうしたの？王女が誘拐されたらしいわ、サーランド王国の。え、あの可愛い王女様が？サタニストの仕業よ、生贄にするつもりだわ。なんてこと言うの。生贄が必要なの。魔王を蘇らせようとしているのよ。Z、 いや、神の結社のスパイ。お前が？わからない。親友がなぜ裏切るのか。お前とダンテは兄弟も同然だった。そのお前がなぜだ。2000年前、俺も氷地獄に閉じ込められた。ヒマラヤ決戦の時、神の罠に落ちたんだな。あの時、魔王ダンテは神々との戦いで深く傷ついていた。このままではダンテは負ける、そう思って俺はヒマラヤに先回りをした。神と差し違えるつもりだった。出てこい、俺と勝負しろ。おじけついたか、神め。百獣王ゼノン、お前に天の裁きが下る時が来た。地獄へ落ちるがいい。ゼノンよ、お前には二つの道がある。一つは氷地獄で永遠にもがき苦しむ道、今一つは苦しみから解き放たれ楽に生きる道だ。どちらを選ぶ？地獄は嫌だ。頼む、出してくれ。よかろう。
魔王ダンテは傷ついた体で俺を助けようとした。それで罠にはまったんだ。ダンテ、俺は友を見捨てた。俺には耐えられなかった。俺は弱かった。ダンテのように神に屈しない強靭な力が欲しかった。俺は卑怯者だ、裏切り者だ。裁きを下さないのか。俺は裏切り者だぞ。ダンテは2000年間反骨の魂で苦しみに耐えた。お前は2000年間裏切り者として生きた。それはダンテと違う苦しみだ。俺はどうだ、会いたくないか。久しぶりに友に。我らが魔王ダンテが蘇った。これより行われる黒御座は魔王ダンテを召喚する儀式だ。魔王ダンテはここへ来る、必ず来る。そのためにやんごとない王女を生贄に用意した。お願い、殺さないで、助けて。泣け、叫べ。その鳴き声こそ魔王ダンテの最高の贈り物だ。入れてくれ。もう遅い、魔法炎は超能力で閉じられた。諦めて死ね。魔の力で死ねるのだ、ありがたく死ね。ダンテ、ダンテ、アルカメパネリトフマレソロン、イエサカルネソラリプレオリムビオルテクレビオルマスフルバスタリエルフルナビベネズムスカルネルノアルニサケニブラボーカレホデウブラゾタブラゾルキタレ。イデオダンテ、おかしいぞ。なぜ俺たちの心に語りかけてこない。うわ、違う、あれは魔王ダンテではない。違うんだ、顔が。顔、顔、額の真ん中の顔が。魔王と違う、まさか。姿形はそっくりなのに。
ん？お？ん？破壊して人を殺す、これがダンテでなくて何だというのです。我々の願いを叶えてくれている、そうでしょう。確かに魔王ダンテに間違いあるまい。しかし何かが起こったのだ。魔王ダンテの身に何かが。すさまじい破壊力です。目の前のものをことごとく破壊して進む怪物です。その姿はまさに悪魔です。恐ろしい悪魔です。おぞましい、あまりにも。魔王だわ、私の代わりに生贄が。信じられるか、こんなことが。こんな生物が地球上のどこに生存していたというんだ。まったくだ。生物学者もそのように言っていますな。どこから現れたかが謎ですし、このような生物が地球上にどうして育ったかも謎です。それになぜあんな巨体で空を飛べるのか、あの羽だけで飛ぶとは考えられないそうです。しかも口から超音波を発してビルを破壊する、そんな怪物がいるはずはないと言っています。しかし現実にいるのです。生きているのです。私はこの忌まわしい怪物の姿を見ているうちに思い出したことがあります。この姿に見覚えがあるのです。何？ん？小さい頃に見た本に、あの怪物に似た姿を、いえ生物の本ではありません。そう、何かの物語の挿絵でした。そこに出ていた悪魔の姿が。すると奴は地獄から来た怪物だ。帰ってくる、兄貴が帰ってくる。死んだか。人の意識が入ったんだ。魔王は人の頭脳を食い、その人間の知識や記憶を自分のものにする能力を持っている。魔王の頭脳には何千人もの人間の脳が吸収されている。だが今度の場合、宇津木亮の場合は違った。
宇津木亮が魔王に勝ったんだ。恐るべし宇津木亮。では宇津木君、君の体をよく見るがいい。それが宇津木亮の体か。体、あの悪魔の姿。君は魔王の脳に入り込み、魔王の脳を征服した。君はもはや宇津木亮ではない。魔王ダンテそのものだ。俺がダンテ、魔王ダンテか。だがその声はもはや亮の鳴き声ではなかった。それは大魔獣魔王ダンテの巨大なる咆哮だった。悪魔、人間、悪魔、葛藤の渦の中奏でられる暗黒の調べ。2000年前の因果が地獄絵図を描き出す。次回、魔王ダンテ宿命。奴らは彼をメシアと呼んだ。